やはり経営者っていうのはパッション、情熱だよね。そういうのなかったらダメだと思うんですよ。だけどその情熱とかパッションっていうのは私利私欲だと意外と弱いんだよね。電電公社のルールってなんか嫌だな、これって変だなとか、通信回線もこれ高いな、変だなっていう、常に生活者としてこれ変だよな、おかしいよなっていうことに対して、じゃあみんなそう思ってるんじゃないかなっていうことで確認すると、みんなそう思ってる、でも諦めてる、だったら俺がやってるぞみたいなところに情熱が出るわけだね。だから何くそって気持ちがあるんで、いろんなことがあっても結果突破してきたのかなっていうね、そんな気がするね、っていうか会社の人間みんなそこに向かって戦ってくれてるんでね、やっぱそれがなくちゃダメだと思うね。やっぱ人間っていうのは何かをやるときに自分のやってる仕事の意義とかね、意味っていうのはね、しっかりしないとパワーって出ないよ。なぜこれをしなくちゃいけないんだって時に、ナフダラバっていうものを持ってるとやっぱり強いんだよね。だそういったものをやっぱりみんなで共有するのは組織だと思うね。だそういう面でうちの会社は10年20年、勤めてる社員が何百人もいるんだよね。これはやっぱりそういう価値の共有ができているからだと僕は思うな。人間ってやはりね、そのビジョンとかね、そういうのに人集まるんだよね。それがない会社は脆いよ、ね、目先だけのただ楽しいから儲かりそうだから面白さだからというのはね、一瞬ついても100年は続かんね。僕はやっぱり100年企業があるべきだと、最低でもね、企業はね思ってるので、そうなるとやはりそういうしっかりしたビジョンっていうのを持たないと続かないと思うね。そういう面で社会価値創出という言葉はね、僕はすごく大事。だって企業ってもともと社会のためなしちゃダメなんで、社会の貢献なんだから、で社会の器なんですよ、ね、だからもともとそうじゃなくちゃいけない。自分の商品サービスを通してどう社会に貢献するか、で人がやってないからよしやってやろうという勇気、独自性だな。だけど最後はやっぱ企業とばっかり言ってられないから、経済合理性、すなわち社会性、独自性、経済性っていうものをね見るべきなのに、今の社会はどっかでまず儲かんなくちゃいけないっていうこと、経済性で独自性、ライバルいないかな、最後社会性、法律触れてないかなって見てるけども、やっぱり社会性っていうのを持ってさ仕事望まれるとつまんないよね。トップはいつもさ太陽のようにね燃えてらっしゃるので それでちょうどいいと僕は思うんだな。トップという太陽がね、もうガン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 燃えていてね、エネルギーを発しているからこそみんなが生きられるわけだって。太陽がなくなった会社なんていうのはみんな社員がおかしくなってっちゃうね、死んじゃうね。だから上に立つ人間っていうのは立ってる以上はだよ、熱く熱く熱く燃えたらダメなんだよ、これ義務だな、わかる。その熱く燃えられなくなったらトップは降りなくちゃダメなんだな。そしてまた熱い太陽の中から探させたらね、会社ってそんなもんだよ。もう亡くなってしまったんだけどね、滝口さんっていうブリヂストンの常務だった方がね、僕の会社の副社長に来られて、もうすぐ上場しましょうという時にね、この会社には大久保さん明確な社税がないと、ね、なぜ文書で作らないんだと、文書で書きなさいと、で社税以上に多くならないよと、会社というのは社長の器以上多くならないと同じように、ね、思い以上に多くならないんだと、でトップはどう思うかを形にするのは経営なんだと、あなたは思いをぶつけなさいと、しかもその思いにおいては誰にも負けない思いしなさいと、しかもそれは未来永劫変わらない思いしなさいと言った時にね、最初僕はお客さんを一番にしたんだ、実はね、お客さんを、なんかしっくりこないんだよね、何度書いてもしっくりこないんだよ、だけどお客だよなと思いながらね、なんか心の中でね自分が嘘くさくてね、なんか嫌なのね。でやっぱり思ったら、いや俺は悪いけど社員だなと、ね、僕を信じて入社してくれて僕と共に戦ってくれてる社員ほど大事なものないなと、ね、俺はこの社員大事にしようと、そしてその社員の家族も大事にしたいな、ね、その代わり社員と家族は逆にこの会社が成り立つのはお客様がいらっしゃるからなんだから、僕は社員家族を大事にしよう、だからその社員はお客様を大事にしてくれと、そうすれば必ず株主や取引先にもちゃんとした安定した配当をちゃんと取引をしてあげられるんだなということで、あこれでストンと順番を押したなということで、まずは社員家族この順番だということを決めたわけ、ストーンと押したわけだね。だから僕は今もねやっぱりお客さんのためにって言ってるんで、いつも会社では。だけど自分たち社員が不幸でね、会った時に社員が本当思うかな、お客のためなんて絶対思わないと僕はもう偽善だと思う。自分が幸せだから人を幸せできるんですよ。で社員にお客さんを幸せしてやってくれよって言うのは、まず社員を幸せしなかったら絶対で幸せしないから、そう考えたらやっぱりこの順番でいいんだということで、抵抗ありました。抵抗はある時ね、クレームでね、こう来た時にね、その額を見てね、ある方怒ったんですよ。なんでお客が3番目書いてあるんだと、こんなことやってかお前がダメなんやってね、怒られてまして、めちゃくちゃに僕は怖かった。だけど、相手の怒りが収まるのを待って、
ね、じゃあ質問しますけどってことで一つ問いだった時に相手の方はしっかり理解してくれてね、許してたんですけどね。だからあれはね買えない、あれは世界中どこ行っても買えない、ね、やっぱり社員だよ。そうでしょ。だからまず社員がねその仕事そのものをね、やりがいがあって楽しくてっていう気持ちになって、ね、私この仕事で幸せだなって気持ちになって、これがね一番、その環境を作るのはやっぱり社長の仕事だって、ね、それを6位作らずにうちの社員はダメだとかね、うちの社員はってそうお前がダメなんだと僕は言いたいね。だから全部ね会社ってのはトップの責任ですよ。全て全部社員を生かすも殺すも、お客を生かすも殺すも全部社長だね。